ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今日は大池場所駅に来ました。なんでこの場所に来たのかわかるでしょうか。そう、実はね、ここのあのこの公園に猫がたくさん会いますって、まあたくさんに会いますって聞いてたので、どうしても猫会いたいなって思ってここに来ました。今日はね、何匹に会えるのか、ちょっとそれで動画を撮りたくて。あ、本当、私は本当やばい猫が大好き。猫が大好き。小さい時から漫画と猫にしか興味がなかったから、まあ今日はね、ちょっと猫ちゃんを会いたいと思ってます。レッツゴー。今ね、3つの道があるなんですけど、猫ちゃんがね、どこにいるのか全くさっぱりわからなくて、私、上かな、わかんない。1匹見つけた、向こうだ。そこに待ってるね。待ってて、やっぱり寒いからどこかに隠れてるんだよね。でも1匹しか見えないから、他のが違うところにいるのかな。もうちょっと探そう。向こうです。見て、あ、見つけた。そこの、なんか2匹は向こうで、3匹は向こう、見てるんだ。すごい。あ、でも3匹が見つけたから結構いるということだね。間違っているのかな。間違っているのかな。どこに隠す？どこかな。今ビルの近くだから、もしかして公園じゃなくて、寒いからどこかに隠れてるんじゃないかなって今思った。猫ちゃんすごく欲しいんですよ。最近というか、昔からもそうだけど、本気気持ちが最近になって、あ、猫ちゃん飼いたいなって思って。ちょっと難しいな、外国人だったらさ、東京はちょっと難しい話になりますね、それは。で、このところでね、ちょっといろんなルールがあるなんですけど、こちらに書いてあります。不幸な猫を増やさないのために、まあ餌あげないと、まあちょっといろいろなんか迷惑をかけないようにな感じですよね。で、そうですね、やっぱりたくさん増えるとなんかうちがないから、結構猫ちゃんの生活もね大変になるから、それはね、正しいことだと思います。もう一匹見つけましたよ。そこに隠れてるんだ。かわいい白クラだね。
大きくてかわいい。目の前、猫ちゃんくれるんだ。いい感じに。え、3匹、え、1、2、3、4、5、めっちゃいるじゃん。めっちゃいるね。向こうにもいるよ、右のやつが。あ、これくさんだ。かわいい、みんなかわいい。お持ち帰り。終わりました。今日は10匹ぐらいに会えてすごく楽しかったです。多分みんなは知らないなんですけど、本当私が猫ちゃんが大好きで、で小さい時にお父さんが10匹ぐらい飼ってたんですよ。すげえにぎやか、みんな野良猫だった。いろんな野良猫を助けたら、例えば1匹は子供生まれるって、もう子供おおおってな感じになって、でそこから家族がパパパパパで吠えたんですよ。ちょっと今いつの間にになって、今お父さんが3匹でおばあちゃんが4匹ぐらいがいるんです。だからいつも実家に帰るときにすごく、あの、ね、猫ちゃんだけじゃなくてワンちゃんとかカメとかハムスターとウサギもいるから、本当動物たちと一緒に遊んで楽しいなって、めちゃめちゃいいやなって思って。そうですね、今7年ぐらい同居に住んでるけど、7年の後ってさ、一緒に猫ちゃんとか動物がいないのはやっぱり辛いねって思って始まって、実は私は猫飼いたいんだけど、イタリアでは文化的にペットショップがないですね。ちょっと違うね、日本と。ちょっと結構違う。なんかイタリアでみんなあの野良猫飼って、まあ私もその風に慣れてるから、日本にもなんかセンターとかにもらいたいなって思っているけど、まあ、できればペットショップに飼いたくないね気持ちがあるんですね。日本の問題のは、外国人としてビザが例えば10年以上じゃないともらえない。例えば、まあ、よくわかるんですよその話。例えばね、ビザが9年が切れてしまうと、イタリアに帰ると猫ちゃんが捨てる人もいるから、もらうのことがすごく難しいね。だよね。でも分からな、私だったらもう猫ちゃんとかも自分の家族になるから、絶対もう捨てる、みんな猫ちゃんを捨てる人間もう本当に何が考えてるのか意味分からなくて。あとはもう一つ、日本でねペットを飼うの賃貸を探すのはすごく難しいんですよ。っていうかないぐらいんですね。だからなんかイタリアそんなに厳しくないかな。あとはペットが大きくても OK のところが多いし、何匹でも OK。私もね、今考えたら私の家めっちゃ何匹なんだろう、今。結構いるね。ね、そういう問題はね、外国人もペット可能賃貸を探すのは結構大変だと思うんですね。で、野良猫ちゃんとちょっと見に行ったら、やっぱりちょっと癒されたから、本当猫飼いたいね、気持ちが
すげえ何十倍が大きくなっちゃってもうどうしようかなって今めっちゃ考えてる。はい、ということでもう猫ちゃんが好きでいつか飼えたらいいなって思ってます。また次の動画にみんな会いましょう。っていうかね、今よく考えたら日本人ってさ、猫ちゃんが大好きでしょ。大好きだよね、大好きだよね。猫好きな人ぜひコメントしてください。お願いいたします。写真とかも待ってます。ツイッターの方によろしく。チャオ。